ネパール登山家いちご姫。What's up, Tech Nation? どうも、たりきです。大人の健康、保健体育をエデュケーションとエンターテインメントを混ぜたエデュテインメント方式で語る番組、たてきの黄金の経験、Gold Experience、たてきテックショーは本日エピソード19。アメリカ・マサチューセッツ州ボストンからじゃなくて、なこた知ってるわ、最近聞いてる方、祖国、日本、ホームタウン、ここ、コンクリートジャングルである東京にいます。現役プロ、総格闘家、そしてバイオハッカーセンタージャパン代表である私、立木松田が生配信、皆様にお送りしています。よろしければ、YouTube のチャンネル登録、ポッドキャストをお聞きの方は、購読、高評価、よろしくお願いします。3年ぶりの帰国、前回も言いました。おとといの話です。で、いきなりもうまだ公開されてないのに、今週2つ目の収録、生配信させていただいてます。Twitter、クラブハウス、そしてスタンド FM でね、いつも通り何人聞いてるかはわからないんですけど、相変わらず皆さんに見られてるような気がして、めちゃめちゃ緊張をしています。前回お伝えした通り、お、やばいやばい、カミカミ、カット、はい。アメリカから持ち帰った検査キットでネガティブでした。感染対策をしながら、あ、すいません、もう今日いろいろ、もう服装を見たら分かりますよね。いろいろ、はい、回ってきまして、で、ここはですね、東京、赤坂、立木の所属先、スポーツゲインのオフィスであり、ギミック、インターナショナルのオフィスの中から生配信中です。アナウンスメントって言ってもないんですけれど、ちょっとなんかね、服装がそうなんですよ。お前ファイターのくせにサラリーマン的なことやってるのかって、いや、いろいろあるんですよ。でもすぐあと数日したらボストンの方に戻るんですけれども、今日までか、いろいろ立木が企てているプロジェクトに向けて一緒に動いてくれる方々、企業さん、そういう人たちにタレキのワクワクを伝えてきた週でもありました。まあ、そのもったいぶらずに言えよって、いや、でも本当に今までバイオハッカーセンタージャパンの代表として、バイオハッキングとはなんだ、それは手法であったりテクノロジーであったりガジェットだったりいろいろあるんですけど、結局そこのいくつくところはウェルビーイングなんですよね。で、そのウェルビーイングに向かって道のりを示した地図はないんですよ。これも何回もお話しさせていただいてます。でも同じ方向を向いているコンパスを持っている仲間たちとは特に音声メディアを通じて出会いましたし、そして立木がね、2年、3年、今回は3年ぶりの帰国でヘッドクォーターである東京のオフィスにこう来て、そこで今実際にこれから一緒にプロジェクトをやっていこうという方と直接会ってお話しさせていただきました。本日のゲストはですね、立木は常に日本の社会的構造とかいろいろなバイオハッキングを語る上で、もう誰でも関係なく、例えばそもそもですよ、格闘家がウェルビーングとかって言っちゃってる時点でもう色眼鏡で見られてるんですよ。お前何言ってんだよとかね、殴り合ったりいろいろしてるのが幸福とか健康とかって何言ってんのって思われても仕方がないと思ってます。でも皆さんそういう矛盾を持って、そういうつ、すいませんね、なんか格闘家全格闘技みんなやってる前提でお話しさせていただいてますけど、いろいろな矛盾を抱えながら日々人生を歩んできた方たちいっぱいいると思います。でも自分が見えないけど他の人が見える視点を持ってたり、そういうところ力を合わせたら、それは集団的知性となって、かっこつけた言葉を言うとコレクティブインテリジェンスってやつですか、それをやっぱ発揮して、でテクノロジーが進化していくこのね、ブーカと呼ばれる時代を生きていかなきゃいけないんだ。そこでウェルビーイングって何って、で今日はゲストというより立木と一緒にやっていく、ね、サイドキック的な方をお呼びしています。その方はですね、もう立木もハッツオフですよ、もう脱帽で、いわゆるスーパーウーマンっていうね、立木はスーパーウーマンと個人的には思ってます。タイトル見ててなんじゃこりゃってね、と
登山家で、いちご姫、ね、ウェルビングなんだそりゃっていうね、もうその辺深掘っていきたいと思います。ということで本日のゲストはこの方です。本日のゲストは大学在住中からモデル活動と登山に没頭、世界7大陸最高峰を登頂するセブンサミッターを目指して4大陸制覇、そして2014年にはネパールマナスル、これ8000メートル級ですか。はい、8000メートル登頂して世界最年少記録で、今ちょっと変わっちゃったんですか。はい、今は変わっちゃったんですよ。でも当時は最年少記録、はい、で5大陸目のエベレストを挑戦中に6300メートル地点でネパールの大地震に見舞われて下山、これを機にネパールの雇用に貢献したいという思いから日本品種のオーガニックのイチゴですね、はいはい、を生産販売をネパールで展開。2020年ですか、ネパール語と日本語のオンラインスクールを開始、現在はエスカル製商品とのオンラインショップも開発中ですか。はい、すいません、初めましてなのでイントロがうだうだで本日のゲストは和歌山ななみさんです。はい、よろしくお願いします。いや、東京赤坂ギミックインターナショナルのオフィスから配信させていただいてますけど、はいはい、配信というより収録中なんですけど、もともとギミックで働かれてたんですよね。あ、そうなんです。学生時代にアルバイトをさせていただいていて、本当に6年後ぐらいにこういうふうにお話をいただいて、こういうふうに立木さんとなんかこう対談する機会をいただけて、なんかちょっとびっくりしてます。スポーツゲインとギミックインターナショナルがね、アスリートと、はい、そして、モデルの関係者がギミックで働いてて、一時帰国中は立木毎回、はい、表敬訪問といいますか、無事帰ってきましたと挨拶させていただくんですけど、いつも鼻の下伸び伸びです。綺麗な体たちがお仕事しててね、今回こういうご縁があって、もうポッドキャスト収録するしかないでしょうっていう。すいません、初めましての延長線上で、こんな形で他己紹介させていただきましたけど。はい、ありがとうございます。合ってますか、ということで。はい、バッチリです。はい、テーマはバイオハッカー、はい、バイオハッキング。そしてその先にウェルビーングがあるというテーマで他力の黄金の経験を配信してるんですけど、はい、改めてリスナーの方に自己紹介していただけますか。はい、はい、和歌山ななみと申します。2015年の4月にチベット側からエベレスト登山に挑戦していた時に、まあ、本当に予想もしてなかったんですけど、6300メートルほどのそのベースキャンプのもう一個上のアドバンスドベースキャンプっていう場所で、うん、まあ、大きな揺れ、地震に遭いまして、で、まあ、その時日本だと地震ってすごく頻繁に起こると思うんですけど、ネパールのしかも登山中に起こったので、まあ、これはただごとじゃないということで、まあ、もうエベレスト登山は断念してネパールに帰ってきたんですけど、その時にすごく多くの方々が被災されていて、で、まあ、仕事をたくさんの方が失っていたっていうことを見て、なんかこうせっかくネパール大好きな国なので社会にいいことをするビジネスを立ち上げたいなと思って、今やっているのがネパールで日本の品種とちおとめを生産販売する会社を経営しています。はい、じゃあとちおとめの品種のイチゴをネパールの人たちが、ネパール人がそうです、生産して、へえ、どうなんですか、そもそもネパールってカレーとか食文化の中であって、フルーツをよく食べるフルーツとかで、イチゴはその抵抗感とかなかったんですか。お茶の間に広まったメジャーなフルーツなんですか。いや、イチゴは結構やっぱり富裕層向けというか、やっぱり高いので、うん、なかなか、まあ、一般の方は食べる機会はないかと思うんですけど、でもちょうど25年前ぐらいに日本の団体がイチゴを換金作物として持ってきて、はい、インネパールに初めて持ってきて、そこから日本産のイチゴを作ってる農家さんも結構増えていたので、まあ、企業当時はそういうもともともネパールでイチゴを作ってる農家さんと契約をして、はい、全部作り方も私より全然上手ですし、そういう方々と手を組んでビジネスを立ち上げました。なるほど、そういうノウハウとかネパールの方たちに、はい、あんまり
馴染みのない果物を。そうですね。それってもお一人でやられたんですか？その時は一緒に登山をやっていた、もう、まあ、今離婚してしまったんですけど、元夫と立ち上げて、はいはい、で今は一人で経営してます。はい。で、いちごと、あと、ネパール語のそうです、ね、オンラインスクールも。ネパール語のオンラインスクール。まあ、子供がいるんですけど、今、まあ、5歳で、当時は、なんかネパール語を学びたいんだけども、大学に行く時間もないし、やっぱベビーシッターを雇ってわざわざ時間を作るってなると結構ハードルが高くて、なので、まあ、そういう忙しい社会人向けに、オンラインで、授業、本当に大学レベルの授業を、語学を勉強できるツールがあったらいいなって思いで、まあ、マイナーな言語だけを集めていきたいなって思って、ネパール語もすごくマイナーで、今はタイ語の収録もやってるんですけど。本当ですか、それ。はい、タイ語もやってます。名タイ。やれたね。タイ語、そうです。はい、一応、5カ国語をかじって。あ、すごい。あ、まあ、語学、日本語とあと4カ国で。すごい。タイ語、すごい。タイ語、勉強し直したいです。あ、ぜひ。もうなんか空き時間に何回も何回も復習もできるので、いや、まあ、面白い。未だにタイ料理屋に行って、料理の注文だけはタイ語でするんですよ。そうなんです。それが一番美味しいタイ料理なんです。メニューとかだとローカライズされた日本のタイ料理屋さんとアメリカのタイ料理屋さんとちょっと似てるようなところがあるんですけど、そうなんですね。そうじゃなくてタイのこれであなたたちのまかないのご飯が食べたいんだみたいな感じで、すごいマニアック。いや最初それこそタイ語わからムエタイの修行で、タイのパタヤの方に行ってたんですけど、その時に言葉わからなくて、あのホーリーバジルのガパオ炒めを最初の2週間くらいずっと同じの食べてて飽きちゃいますね。でそれである日誰か違う人がなんかチャーハンか何かを食べてて、お俺あれが食べたいんだみたいなあのジェスチャーをしたらでそれであーって教えてくれて、そもそも屋台だとメニューがないんですよ、ね。そうなんですか。そうです。タイの、あの、当時は25バーツとか30バーツで、1バーツね、あの、30円、40円の計算だと100円くらいで、一食食べれる屋台ではもうメニューがないんですよ。そこでコミュニケーションしないと、お肉は何がある、シーフード何があるで、野菜でこれで、しかもタイ語って子音がないんで、言葉を並べると文章ができるんですよね。はい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 。屋台で勉強したみたいな感じがあるんで。いや面白い。いやでも今はそうやって実践的オンラインとかアプリとかで、もう不特定多数にそういう言語習得とか、または昔かじってたけど話す機会がなくなっちゃったみたいな、ね、その過去 の対談で、タデキの元教え子のアーサーは多言語を学ぶこと自体がバイオハッキングだと、あの、ね、いわゆる地方症だとかアルツハイマーとかそれの予防にもなるし、しかもマイナーな言語をちょっと、むしろネパール今後コロナが落ち着いたら行きたいっていう人とかがサクッとかじるのとか、ね、本当にいいかもしれないですね。普通の教室授業だと書く時間、ホワイトボードに書く時間だったり、まあ、先生の雑談だったりいろんなものが入ってくると思うんですけど、こういうふうにまあ収録して短くカットしてるので本当に効率的に語学を学べるなっていう、そういう教材を作ってます。いやすいません、今日はもう本当にフリートークの形でね、タデキの黄金経験収録してるんですけど、冒頭のイントロダクションでネパールでイチゴを生産して現地で雇用を生み出して、さらに言語のオンラインスクールをやって、もうこの時点でバイオハッカーなんですよね、タデキの。そうですか、嬉しい。自分はもう本当に白帯ですよ、子育て、娘が生まれたばかりで必死こいてやってんのに、それ一人でやってる時点でそれこそ力を合わせてなんとかするというのができない中 でそういう事業を展開して、どうやってやるんだって思う方も絶対中にはいるんですよね。まあそれを、深掘らせてくださいとかそういうのはないんですけれども、まあ、それをお話を聞くことがタデキの黄金の経験だと思いますので、はい、まず登山ですよね。登山、はい、登山は
もともと登山家だったんですか？ちょっと そちらのお話を。なんか登山は本当にかじった程度で、日本の山を一つ登ったことがあったんですけど、まあ、当時その元夫と出会った時にエベレストに登りたいっていう野望を持ってて、それに気づいたらなんか一緒に登ってたっていう少しずつ、まあ、低い山からチャレンジしていったんですけど、はいはい、なんかまあ本当に私の人生のすごい大きなプロジェクトにもなってきて、はい、本当に私にとっての山ってなんか、まあ、瞑想に近い場所であり、自分と本当に向き合う、ノイズなく自分の内面と向き合う大切な時間なので、今も、まあ、子育てしながら富士山登ったりとかすることもあるんですけど、本当に多分登山が好きなんですよね。ちょっとなんか見えてきたぞでもまさに人生山あり谷ありって言うじゃないですか、ええ、登山ってまんまですよね、うん、いや本当にそうだと思います格闘家としても山あり谷ありって本当に勝った時と負けた時、 highest and lowest ってこうよく自分が英語を喋ってる時はそういう表現をするんですけれど、ええ山あり谷ありを歩いて、うん、で頂上を目指すって人生そのものですよね。本当にそうだと思います。もう長い道のり、特にマナスルは8163メートルで、本当に途中から酸素ボンベを使って登るんですけど、8000メートル以上になるともう酸素が3分の1になって、うん、もう一歩歩くのも半々言って、うん、もう一歩ずつとにかく地道なんですけど、それを繰り返していくことで頂上までたどり着くっていう、もう本当長い何やってんだろうって途中で思ってしまうぐらい本当に長い道のりなんですけど、なんかその中で自分の限界と挑戦するすごく貴重な機会になったなっていうふうに思ってます。ちょっと自分の視点で一ついいですか、はい、いわゆる登山をそのエベレストを登るとかで何でもいいですけど、はい、ポーターって言うんでしたっけ？あ、はい、そうですね、いますよね、はい、シェルパさん。そうですよね。であれは現地のネパール人とかが、はい、そうあれって格闘技のセコンドみたいな、そうですね、うんうん、命を預けるじゃないですけど、いや本当にその通りです。やっぱり死を実感したりとか、そういうありました。ありましたね。おーわーありましたねうん、だから例えばボクシングとかの試合だと、もう本当に打ち合いを続けて打ちどころが悪かったら選手生命どうなるかわからないとか、ハラハラします。それでトレーナーがもうタオルを投げて、選手はもう自分の選手だからわかりますけど、もうほとんど覚えてる時もあるし覚えてない時もあるんですよ。でいくら自分でこういう感覚でも第三の目として試合を見てくれてるのはコーナーだし、そこのチームワークがしっかりしてないと自分の持っているポテンシャルもそれ以上の力も出せないし、登山も歩いて達成するのはもちろん一緒にいる人たちもそうだと思うんですけど、そのヘルパーさんですか、がいないと登れないですね。命を預けるというか、本当にそうです。本当に自分の命を人に預ける経験ってあまりないじゃないですか、うん、でももうその登山してると本当に氷の上を歩くわけですけど、4人でつながってこうみんなロープでつながってるんです。で1人が落ちてもみんなでこう引っ張って助かるように。でも逆に1人が落ちたら落ちて残りの3人も引きずられて落ちるみたいなこともありますよ。そしたらもう危ないです、すごく。でも誰かが一歩ずつちゃんと踏みしめて愛禅でしっかり死にこう力を入れてれば、踏ん張ってどうにか1人が落ちたらもう引っ張って助けてあげるっていうスタイルで。でも私もクレバスに落ちちゃったんですよ。え？ちょっとさ、本当に、はい、マナスルなんかマナスル登ってた時に、はい、まだ、まあ、まさか思ってたのと違って結構雪が溶けてしまってて、はい、暑くて、でそれで
30センチぐらいの本橋を渡るみたいな場所があって、右も左も崖で、もうそこから落ちたらもう死ぬんじゃないっていうぐらい、まあ、怖くて足も震えるし、そんな場所を歩いてた時に本当にパッと意識が遠のいて下にこう落ちちゃったんですね。でその時に助けてくれたのが本当シェルパさんで、あ、シェルパ、シェルパ、ネパール人のあのシェルパ族っていう鉱山で生まれた民族がいて、その人たちが荷物を運んだりとか、はい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 、全ての登山の遠征をサポートしてくれるんですけど、そういう 方に、まあ、救われて、もう本当に感謝のもうしきれないというか、もうなんか本当に本当登山って、まあ、鉱山の特に高い登山っていうのは結局危険です、原体験ですよね。感謝を本当に死をもって経験した、はい、いや本当にありがとうの気持ちを伝えるとか感謝の気持ちを伝えるって口で言うのは簡単で、うん、分かったような感じなんですけれど、現代社会普通に生きててそんな経験しないですよね、なるほど、シェルパーさんすごいですね、本当すごい。でそれで大地震を経験して、うん、でまあ、下山せざるを得ない形になって、でそれで1号の事業に移っていくんですよね。そうですね、うん、それはやっぱり何かネパールに感じたものがあったんですか、うん、なんかせっかくだから、ネパールで何かしたいみたいな。そうですね、もともと国際貢献とかは興味があったんですけど、うん、その頃はまだ大学生で、学生だったんですね。その登山してる、はい、登山している時はちょうど大学3、4年生の時に登山をしていて、一番やっぱボランティアっていう形よりも、もうビジネスっていう形でウィンウィンな形で社会起業をしていきたいっていう思いで、ネパールって本当に貧困なので、うん、出稼ぎに行く若者が多いっていうことを知って、はいはいはい、出稼ぎでマレーシアと中東に工事現場とかで働きに行くんですけど、うん、やっぱりすごく危険な現場で死体になって帰ってくるとか、そういうケースも、出稼ぎに行った方も、はい、若い方がで結構な人数のネパール人が 毎年行ってるんですけど、まあ、せっかくこんなに綺麗な、本当ヒマラヤ山脈もすごい美しいし、なんか人もみんな温かくて、なんかこうタイムスリップしたような昔の日本みたいな温かさがあって、そういう国で生まれて、いいところに生まれてるのに危険な場所に行かなきゃいけないっていうこと、はい、まあ、現状を見て、そうなったらネパールでちゃんと高い収入を得られる仕事を作っていけばいいじゃんって、雇用を生み出して、はい、雇用を生み出すっていうことを考えて、いちごにしました。おー、はい、なのでいちご姫なんですねって言って、なんでそうなのかは後々説明するとして、ストーリーが、うん、元というか登山に終わりはないですよね。いや、ないですね。本当にいつかおばあちゃんになったらもう一回エベレスト挑戦したいですね。皆さん聞きました？今息子がいるから、はい、怖い、命を預けられないですけど、うん、あ、そっか、本当にそっかそっか、うん、だ、命がけですね、命がけですね、うん、登山って突き詰めたら、突き詰めたっていうか、他的の黄金の経験リスナー分かると思うんですけど、めちゃくちゃバイオハッキングだと思うんですよ、うん、はい、登山って別にね、なんとか山を登りきるとかではなくて、都内だったら身近にある、わからないですよ、高尾山とか、行って山を登るっていうだけでもね、1日1万歩以上歩けばもう健康ですし、でその過程でパワースポットとかって流行ってるんですか、日本では。でも科学的に今英語で森林浴っていう森林浴が、はい、森林浴、英語で、英語になってますよ、そうなんです、フォレストバーフィングって言って、で実際に、ね、森林で時間を過ごすことによって、うん、血圧が下がったりとか、唾液中のストレスレベルを軽減したとか、科学的なデータも出ていますし、うん、でもそれって別に証明されましたからやりましょうじゃなくて、昔のね、うん、まだ移動手段で車が発展する前までは、普通に山を越えて峠を越えるとかいろいろ言うんじゃないですか、うん、
あったことですし、一石二鳥なら三鳥四鳥じゃないですけど、そうですよね、うん、いや別に週一でなんとか山を登りますとかではなくても、うん、逆に挑戦するためにもうちょっと体力つけなきゃって意識づけるだけでも、うんうん、変になんかねジムの会費払って、トレーニングして痩せるぞとかなんとかするぞって意気込むよりも、うん、全然中期長期的でそれこそサステイナブルな、ね、あのフィットネスゴールが達成できるんじゃないかなっていうのを思ってますしね、やっぱ感動しますよね、うん、なんか綺麗な その辺のお話聞かせてください。登ってみることで清々しさみたいなものに出会えるのってすごい達成感があるんですよね。人生は登山みたいなもんなんですから限界を超えるとか試練みたいに感じちゃうとネガティブなんですけど、本当に自分がやりたいことをただやってるだけ、本来の自分からどんどん離れていってしまうと思う。日本もきっと昔はこうだったんだろうなっていう、うん、人と人が距離があるような見えない壁があるように感じることは、それこそ東京日本初のウェルビーイング新規事業を日本に展開することになりました。私にとってのウェルビーイングはそれが花火なんですよ。もう人生だから